はい、おはようございます。速稼塾の久保です。今日はね、私の紹介したいチャンネルがあるんで、ちょっと耳を傾けていただきたいんですけども、私の子供ヤマト君がね、プラレールをはじめとする電車が大好きになったのは、まあよく男の子にある現象だと思いますけども、それにちなんではないんですけども、私のねライブ放送の熱心な視聴者さんの中によくコメントを書いてくださる方で、マルキさんっていう方がいらっしゃるんですけどもね、今回このマルキさんが、私はね電車のチャンネルをやってるんだと、これはとっても電車ファンにはたまらないぞということでね、紹介動画をね依頼されましたんで、いやいや私の方からお願いしますんで紹介させてくださいねということで、今回紹介動画を作らせていただきました。じゃあどんなチャンネルなのか、こちらを切り替えてご覧ください。はい、マルキさんね、今チャンネル登録者206名いらっしゃいます。福知山駅っていうのがありますね。福知山駅っていうのはちょっとね大きな事故が起きたところですけども、現在は安全運転で第一でやってくださってるってことだと思います。で、プレミア公開の動画も結構あるんで、多角的にされてることがわかりますし、サムネイルもねこうやってきちんと作ってらっしゃったりとか、あ、これ懐かしいですね、この切符。なんか今も切符使うんですかね。まあとてもあれですよね、ホームで駅員さんが切符でこうパチンとね切るってことはないと思いますけども、この切符の味わいも電車のいいとこですよね。はい。ではちょっとね、動画ってところをクリックしてみましょうね。これ動画ってところ。ポンとクリックすると、あ、それぞれね、分類がこう進んでます。あ、バスもあるんですね。好きなバスとかね。この、だから電車の形ってなんかこう、テクノロジーと、それが日本の良さを感じますよね。うん。やっぱ、男は辛いよ、車虎次郎も、まあ、断るごとに電車に乗ってましたしね。バスで移動ってのもありましたんで、なんか日本の、まあ、風景の一部に、この電車ってのは欠かせないのかなと思います。ちなみにですね、電車に関しましては私のおすすめする映画が何点かありますので、そちらの方を紹介してください。まずね、中井貴一さんのこの作品です。40歳を過ぎて、まあ、鉄道のね、地方の運転士になった人の話です。超感動です。それから、三浦友和さんが、まあ、熟年離婚を機会に、電車についてよく考える。まあ、熟年離婚したのかどうかちょっと忘れましたけども、確かね、ずっと、電車の運転手をされていて、で、定年退職の日に奥さんが復職する、看護師として仕事を始めようかっていうところで、バカ言うな、これから俺たち老後を送るんだぞ、お前が働きに出て、俺何すればいいんだみたいな感じでね、まあよくある昭和の理不尽なお父さんの言い分なんですけども、これがね、またね、夫婦の愛を感じさせていいかなっていうところが大きいですね。まあこういった風なシリーズなんですけども、よろしかったらね、まだありますんで、調べてちょっと見ていただければと思います。じゃあ話をマルキさんの動画の方に戻しますね。再生リストを見てみましょうか。はい、再生リストもいくつかにまとめられています。こちらのワンマンエリックについては語らせろってシリーズですけども、92の再生リストができてますね。かなりのストーリーになってると思います。で、上の方では、これもまた新幹線に特化したのが60本。で、こちらは JR ですね。特急に関しましたのが67本ということで、かなり電車にかける思いがあるんじゃないかなと思います。電車には無縁な方あんまりいないと思いますので、マルキさんとね、日本の電車の良さについて語り合ってみてはいかがでしょうか。はい、その他ね、まあこうやって見ると、視聴回数が 195,265 回ということで出ております。まあチャンネルはね、2016年6月23日なんで、まだ若いチャンネルと言ってもいいかもしれません。チャンネル登録ボタンをね、ここでポチッと押していただいて、私も今押しましたんで、皆さんも一緒にマルキさんのチャンネルを楽しんでいきましょう。はい、ということでございます。マルキさん、こんなんで紹介良かったですかね。またね、断るごとに、紹介をしてくださいとか、チャンネルまた動画が増えたんで、バージョンアップしました。サムネイルタイトル変えましたみたいな感じでね、ご連絡いただければ、もしかしたらまた紹介させてもらうかもしれません。で、機会があれば速稼塾入りたいということだったんですけども、機会はいつでもありますんでね、マルキさんが速稼塾に入りたいと思えば、その時が、すべて私も受け入れている時でございます。365日、別にいつでも受け付けてますんでね、どうぞお入りいただければと思います。まあ、本来は速稼塾に入った人に対しだけこうやって紹介動画を撮ってますんで、私のチャンネル登録14,500人、の中でチャンネル登録を紹介すれば、やっぱりマルキさんのチャンネルもね、1000名に向かって盛り上がると思いますし、まあそこは、多くの速稼塾の塾生さんと関わりを持つ意味でも、まあ速稼塾に参加した方が、まあマルキさんの YouTube チャンネルの運営には役立つと思うんですけども、まああとはね、マルキさんの判断ですね。確かに速稼塾入ったらなんとなくね、嫌な感じがするかもしれませんのでね、そこはもうね、否定しませんので、速稼塾に入るとちょっとね、宗教に入るみたいな感覚になるでしょ。まあ気軽にお越しください。それではありがとうございました。